2020. This is Tayo. Yeah. This is Shia. Stay low. What up? Puh. Let's get it. You stand for right here.今日はエルクティアフィーコントラスト How's the imagination 俺以外は終身感じるまん Make from bus no automation 関係ないよ前精神論者ならパンチなハケな半歩も俺がマッシャンならトリックナイスノーダーあれもこれも混沌簡単始まってる簡単に淡々とクックするハンタースーソンロックスターなアマアリス今コンシャスでもフローならゴージャスなんても出ない for アニバスと言っても聞かない方浸ってないよその栄光言うねはのさすんだよバッシュで欲しい何が欲しい不流と更新惚れ花欲しいただバカエンジン未来を通し未来に通しでも今現実ぶっ放す戦陣ぶっ放す戦陣今なんちゃってる恥ずかしがってる手明かし噛んでるイントロからうなる目の付けどころシャープ俺アムデザイン落ち込む You and me yeah 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 yeahリンリンフォーソロータハイロケハンのもや記憶なハロノヤバグってるフリなんて無理朝から日差しかぶりパーリークラブボイスにする夜の街ヒマスターする間によりマーベビーと歩く御堂筋からここ東京青山通り No run, no run, I'm a truly てかサンスコウィナーでも輝いて海のようまるで太陽の塔ずっと波乗る Like I love my shadow, yeah 恥じて気に迷わせて Where are you from? What a happen to me? こんなにも世界は乗り込んだ train 長旅じゃないどんな趣味その先を見てる恥じて気に迷わせて Where are you from? What a happen to me? こんなにも世界は乗り込んだ train 長旅じゃないどんな趣味その先を見てる終わるかったし、yeah、人にはできない舵を切る、yeah、嵐どこ、yeah、嵐どこ、yeah、しゃべやついらないここ最高火をつけるガソリン暇じゃアスリーただの遊びじゃ風は切れないぜ I'm in the world 焦りはいらないぜ Everything around me ないし around me 眺める先東京じゃねえ描いてる地球は俺のパレー破り捨てろ嘘を無造虹色のスワロー恥で気に迷わせて Where are you from? What a happen to me? こんなにも世界は乗り込んだ train 長旅じゃないどんな趣味その先を見てる恥で気に迷わせて Where are you from? What a happen to me? こんなにも世界は乗り込んだ train 長旅じゃないどんな趣味その先を見てる Yeah Whoa, whoa.Let's get it! Yeah! JYP forever! All the way up! ここまで来る中で俺周りと違ってもそれでいいかな Let it go! I feel right now! 続こうと消えない波の上今見る That's the money to have peaceful life
ここまで来る中で俺周りと違ってもそれでいいかな Ready go I feel like not 続こうと消えない。して下ろして新しいファイト大人になってガキになったまばらの将来お前じゃ来れない。みんなそう言うけどこの行方は今まで Yeah I'm still here sorry で笑って昔と変わらない歌すさんで なんて言葉を部屋せんと吐けるようになるまで待ちないよ。 I'm still here sorry で笑って昔と変わらない歌すさんで言葉を変遷と吐けるようになるまで負けないよ。立ち止まって吸い込む目閉じて深く深呼吸無駄な思いを吐き出す急ぐなって変身不格好多分俺はそれが最高乗り重なってくちょりパセブで前を向けるキャリベルな Yeah まだ不安定な道の上辿ってく Yeah昔と変わらない歌すさんで変してるなんて言葉を変せんと吐けるようになるまで待ちないよ。 I'm still here sorry で笑って昔と変わらない歌すさんで変してるなんて言葉を変せんと吐けるようになるまで待ちないよ。 待ちないよ。触れてない前張り想と現実の差に挟まれて呼吸を、oh, oh. I don't know what I do in a hole のくらい微して一人潰れて電話を呼ぶ、oh, oh, oh. くだらないこと
だって分かってる。誰かと比べどっちでもいい、目に見えないもの抱きしめていこう。大丈夫 It's all that I feel alright Feel alright Feel alright yeah yeah Feel alright yeah yeah Feel alright Feel alright しょうもない話題性、ただノリでここまで来たんならそれは才能。何が正解かずっと不安で、生まれながらにしてあるものはないと。楽な方に倒れ嘘ついて迷ってRun away yeah, yeah. 目に見えないもの抱きしめていこう。大丈夫みんなそうだろ Feel alright Feel alright Feel alright yeah, yeah. Feel alright yeah, yeah. Feel alright Feel alright太陽でした。はい、提案お疲れさま。太陽ね。太陽ね。なれんわ。ライブお疲れ様でした。どうでした？いやむちゃくちゃエモいしエロかった。いやなんか久しぶりになんか生で見れてよかった。そうですね。あれぶりっすもんね。ステイルームの配信。ね。もう4月の頭ぶりやもんな。なんかでも顔がお腹空いてる顔しかないですかあなた。だいぶ腹減ったっすね。いやあのねわざわざ僕あなたにおにぎりをね握るために今日来ました。やったやったやった。いってくれい。食べてもらうから今から。あざす。いいですか。いただきます。はい。あざす。一番おにぎり一丁入ります。はーい。全部言ってんの初めて。これがいつものいよー多いっすね、ちょっとね多いっす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 ね、っすねちょっと高さ難しいっすね。あ、いいっすね。ぶつかってないから、うん、結構しっかりめに握るんですね。これね、しっかり握ってないの。え、本当だ、そんな形が。そう、意外と握らないっていうのがコツなんだよね、うん、3の倍数で。あのおにぎりの巨匠も言ってました。本当に、はい、じゃあ次世代の巨匠ですね。僕はおにぎりの有名なさ人いるじゃないですか、東京に。山下教師。いや違います。これネギ梅マジでオリジナルメニューでさ、ね、食べてほしい。ありがとうございます。俺結構バー行ってたっすけど、おにぎり食ったことなかったっす、そういえば。お茶漬け、お茶漬けとか食ったけど。え、初まさか。うん。初。なんかイベントでもなんだかんだ食べようと思ったら売り切れしたりとか。確かに。充電できた。今笑ってもうて出ちゃった。ちゃんとね、握ってるけど。アルコール除菌完璧なんで、お風呂も入ってきたし。ありがとうございます。これを最後あなたの
はい、手で巻いて食ってください。はい、いただきます。ネギ梅です。うまそう。いただきます。はい、いいですね。あ、かぶりついちゃった。柔らかいでしょ。やばいでしょ。もう違うもん、持った時から。いい音する。バカうまいっす。うまいっしょ。バカうまい。このネギ梅がね、美味しいんですよ。あ、めちゃくちゃうまい。美味しそう。めちゃくちゃ美味しい。あのさ、美味しそうに食べるね。むちゃくちゃお腹空いてきた。お待たせしました。おお、作ってきた。あ、作りました。やばー。まあ、取り焼いてネギソースだけですけど。いつも作ってるやつですね。あ、いつも作ってんだ。でも俺酒飲まないんで、家で。おつまみとかも作んないですけど、これとこれはもう米でパパッと食って。いやー、美味しそう。あざす。これは鶏肉の。そうですね、鶏はまあ普通に焼いて、うん、ネギソースをかけたつまみ的な感じですかね。チキンソテー、チキンソテー、太陽ソース添え、がけ、がけ。チキンソテー、太陽ソースがけ、がけで。いや、うまそう。でも食べる前にちょっと、あ、今日はライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。太陽君、やっとだ。ウーロン茶、ウーハイです。ウーロンハイ、ウーハイです。え、これいつも食ってんの？そうです、得意料理。うん、もう一週一くらいでは食ってるかもしれないです。へ、いいですか。タンパク質やな。食ってください。え、先食べていい？はい、いただきます。うまっ、うまっ。うまっ。ごま油、ま、いい仕事してる。おいしい。ちょっと今日なんかガスコンロだったから焼きがちょっと甘いですね。いつも焼きが持っていい、持っていかないですよ。いや、おいしい、うん、ありがとうございます。皮の焼きがちょっとあるちょっと甘いですね。いや、うん、でもおいしい。まるでタンパク質の宇宙みたいな。おいしそう。あ、違う、おいしい。ビールに合う。うん、うん、ありがとうございます。別に飲んでね。ライブめちゃくちゃ久しぶりやったんじゃない？めっちゃ久しぶりです、ほんと。自粛期間入る俺直前前ライブしたんで、なんか3月とか、だから3、4ヶ月ぶりですね。久しぶりにライブしたらどうでした？ちょっとまあ見て分かってたと思うんですけど、今ちょっと違う感じなんで、だいぶまだ慣れてないっすね。確かに、うん、だってセットがね、なんかあのね、そう、新しい、いた人がいたり。そうそうそう、アコースティックな感じもちょっと今後入れつつやっていこうかなっていうのがあるっすね。まあ EP が結構ギター生で入ったりとかしてくれてるんで。いや、聞いたけど、そのファースト EP 聞きました。聞きました、全部。マジですか。びっくりした。どうびっくりしました。なんやろうな、変わってました。挑戦。ああ、挑戦。うん。そのギターの音色もそうだし、うん、なんか、あの、提案…あ、太陽、うん、太陽太陽さん、はい、いや、太陽さんの太陽です。太陽です。太陽くんの、なんかその雰囲気がメジャーデビューして、うん、いい意味で変わったというか、はいはいはい、方向性とかいうのも、な中にはね、あの提案ボーイ感もありつつ、うん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 、太陽感もありつつっていうので、うん、なんかその太陽感をちょっとでも分かってくれたらいいなって。なんかそのてっちゃんが今ちょっと感じてる新しい感じは多分太陽感だと思います、うん、でもなんかそのむっちゃラップしてたりとか、うん、ちょっとしたニュアンスは、まあ、提案ボーイのあれも残りつつ、まあ挑戦はしてますね、うん、で多分リリックがだいぶ聞こえるようになったかなって、うん、歌詞が。そこはめっちゃ意識しました。なんかね、ほんと文字のごとく日光浴してるみたいな感じで降りてくんのよ。言葉が、メロディーが、はいはいはい、だからすごい、いい意味でよ、うん、聞きやすい、はいはい、いい意味で聞きやすい。嬉しいです。いや、だからすごい、だから今日のライブも
ほう。いつもなんかさ、うん、仲間たちと、はい、こんな感じじゃん、うん、すごい。だからすごい新鮮でした。ありがとうございます。メジャー行ったよね。ありがとうございます。おめでとうございます。メジャー行ったよね。そうなんです。なんかその天気というか、メジャーの今までのイメージと、うん、はい、今じゃあ自分がメジャーに行ったことでのイメージの良い意味で悪い意味でお金で違いとかってあるんですか？両方あるかもしれないです。思ったよりみんな優しい。思ったより厳しくなかったっていうか、そのだからそのイメージあるもんね。そうメジャーっていろんな噂は聞くじゃないですか、レベルとか。どこでも悪い噂絶対聞くんですよ。どこに行ったとしても多分聞くし、いい噂ももちろんそうですけど、どこに行ったとしてもその悪い噂聞くんで、うん、でもすげえいいチームで本当に、うん、みんなが俺のことを本当にもう絶対売れるって思ってサポートしてくれてるから、うん、その何だろう、厳しいこと言われるのも、まあ、俺が絶対売れるってみんな信じてるからだなと思うし、そこはすげえ嬉しいですね、めっちゃ。ただその分レコーディングで結構こう意見を使ったりとか厳しいこと言われたりもしました。愛だね。そうですね。いや本当にあの前からいつもずっとやってくれてるマネージャー含め、うん、めっちゃみんな愛だと思います。いいですね。ありがとうございます。いやなんかその今後の展望とかあるんですか？そのメジャーに行って、そう、テアンボーイから太陽に変わって、なんかまあ。ライブはこういう状況なんで、そんな思ったようにできるようになるのはだいぶ時間かかると思うんですけど、うん、まあとりあえず自分のスキルアップはしなきゃいけないなと思ってて、その、うん、ちゃんとライブができるまでに、うん、で、むちゃくちゃこう本当何万人とかの前で野外とかでああいうライブをしたいですね。それこそそのオレンジの中のオレンジって曲あるんですけど、うん、その曲とかめっちゃそういうのイメージして作ったんで、うん、野外フェスとかで何万人の前とかで歌いたいって感じですかね。一応ここいや、そういうのはないです。そういうのは特にないですけど、具体的な場所とかあれとかないですけど。でも言ったらちょっとこうね、担当がこう、まあでも普通にサマソニとか、うん、そういうレベルです。あのフジロックとか、うん、いやもう太陽って言ったら外がめちゃくちゃ似合うと思う。そうですね。でもそれはもうだいぶレコーディングから意識してたんで、その外で歌うっていうことは、うん、うんうんうん。そうそうです。いやさっき、はい、そのライブができるまでに、はいはい、いろいろ準備しなきゃいけないって言ってたけど、そうですね、うん、そのステイルームでさ、うん、その一番初めのゲストが、はい、テアンボーイだったわけよ、うん、今太陽だけど、その時にさ僕自粛期間中、うん、めちゃくちゃ体鍛えますわって言ってたじゃん。今日見たんやけどさ、すごくない？頑張ってます。あれ、でもなん理想あるの？理想、いや、ゴールドジム、こんな感じではなりたくない。こんな感じではなりたくない。こんな感じではなりたくない。むっちゃでかくはなりたくないですよ、うん、なんかむっちゃでかくても、俺がむっちゃでかくなっても多分あんまかっこよくないから、そのかっこいい、なんかその普通にもうそれで出て、うん、もうみんながうわってなるくらいまで、松丸人志ぐらいの感じになったらもうちょっと困るもんね。こんなんなるもんね。誰ですか？松本人志。松本人志。そうっす、あれくらいはやりやすいです。あんでもうちょっと締まった感じですけど、うん、ですね、すごい自然体な彼が僕は大好きなんですよ。このままでいきたいと思います。変わんないでねって言おうと思ったけど、多分彼は変わんないです。メジャーに行こうが、うん、変わんないです。いや、その感じでちょっとやっていってほしいですね、はい、頑張ります。いい意味で見た目は変わっていくので、いけんのかと。 おいけんのかと。いけてる？まだいけてないです。今日いけてないです。じゃあそれじゃあ、はい、タンパク質お兄さん太陽くんでした。誰がやねん。本日のゲストは太陽でした。ありがとうございます。あのステイルームもうあれもう恒例なんですよ、はい、あっこから あなたとやった一本締めからもう26人やります。流行ってるらしいですね。流行ってるんですよ。まあ、よーと言ったら、はい、ポンで OK です。これもう時差ないから OK です。よーをポン合わせますね。OK。
じゃあそれでは、本日のゲスト、違うわ、今日ライブお疲れ様でした。7月15日 EP オレンジ出ました、太陽くんでした。聞いてください、ありがとうございました。それではよー、同じこと考えてた。